武秀門武秀殿は、中国名の英楽18年に、北京の資金城内の南西宮に建てられた建物で、ある。南東の文化殿と一体をなす。真の建立年間、ここに、国書どころが設置され、都の番と称される書籍が刊行された。1773年、四古前書の編纂、それに、英楽大典中より抽出した書籍や希少価値のある。 書籍などの貴重なものを竹秀殿より刊行することになった。この時、莫大な経費を軽減するために、銅活字などに代わって、木活字を用いて印刷する方法が採用された。竹秀殿、厚む賃板と呼ばれる。厚む賃板は、この木活あ版に対して、権利を手が与えた画唱である。また、印刷方法の詳細を、金帝竹秀殿、厚む賃板ほど式で、 図解入りで示している。このように竹秀殿で刊行された木活あざ版の書籍は四部分類に対別され130から140種に達した。総称して竹秀殿厚夢賃貌前書あるいは竹秀殿厚夢賃貌総書と呼ばれる。これらは各省に配られ複製が許可されたので各地方で従刊された。一番時代が下がるのは 1899年の関東省の公宮日書局漢本で広く流布している。なお、1半本は活字でなく正版の木版印刷で出版されたにもかかわらず、厚む賃版の名称はそのまま使い続けた。侵害革命以降、竹秀殿には古物陳列書が置かれた。中華人民共和国では、当初竹秀殿に中央革命博物館、 光る備えところが置かれたが、その後は国家文物局の対外文物交流センターのために使用した。2002年に国家文物局が移転した後、2005年から大規模な修復を行い、呼吸博物院の小画館として一般開放されるようになった。ありがとうございます。